アイテム番号 SCP-246JP オブジェクトクラスユークリッド特別収容プロトコル SCP-246JP は人目に触れないよう不透明の容器に封印した上でサイト81の特別収容室に収容してください。 SCP-246JP を写した画像映像等は発見次第破壊されます。収容違反が発生した場合、SCP-246JP からの影響を防ぐため、全職員はアイマスク着用の上指定された避難場所へ退避してください。その後、機動部隊目、4級、座頭1が対応に当たります。現時点で、SCP-246JP を用いた実験は計画されていません。保管庫からの持ち出しには 246JP セキュリティ担当者とサイト管理者を含むレベル4以上の職員5人の許可と致死性の装備で武装した職員2名による監視が必要です。SCP-246JP の持ち出しは原則許可されません。許可された場合でも、持ち出しを申請した職員が SCP-246JP の移送に関わることは禁止されます。また SCP-246JP に暴露した人間は例外なく即座に終了されます。説明。SCP-246JP は19年発売の射精トランジスタメガホンです。機能、形状、重量等に異常な兆候は見られませんが、人間が SCP-246JP を視認した場合これを使って発言しなければならないという非常に強い衝動に駆られるようになります。その結果として、SCP-246JP の影響下にある人間は SCP-246JP を手に入れるためにあらゆる努力を尽くすようになります。障害の物理的な破壊、権力の乱用、すでに SCP-246JP を所持している者に対する過度の暴力などがそれであり、影響下にある人間は自身の生存よりも SCP-246JP の入手を優先するようになります。また SCP-246JP を使用している人間は、他の人間に SCP-246JP を奪われないよう抵抗を行うと同時に、より広く、より多くの聴衆に向けて発言を行おうと努力する傾向にあります。SCP-246JP を用いた発言の内容は個人によって異なりますが、記録と調査結果から、喧伝する内容は、自身にとって最も隠しておくべき秘密、であると推測されています。事件 246JP 3から、SCP-246JP の異常性は写真、動画などによる間接的な視認によっても発揮されること、そして同時に、SCP-246JP の現在位置を把握していない場合でも影響を受けた対象は不明な手段により SCP-246JP の位置を感知することが判明しました。また SCP-246JP によってもたらされる影響をカウンセリングや薬物の投与、記憶処理などの手段によって取り除くことは不可能でした。SCP-246JP の引き起こした事件を受け、その脅威に対抗するため、全盲のエージェントのみで構成された機動部隊目、4級、座頭1、が組織されました。以下は過去、開発生した SCP-246JP に由来する事件において SCP-246JP を用いて行われた発言の記録、抜粋、です。すべての事件において録音がなされているわけではないことに留意してください。実際の音声の確認は 246JP セキュリティ担当者の許可を取って行ってください。現時点まで、SCP-246JP を用いて発言を行ったすべての人物は事件に伴う暴動に巻き込まれたなどの理由から死亡しています。事件 246JP、1900年月日、SCP-246JP 使用者、20代男性。状況、使用者は当時広島県の運送会社所有の倉庫において SCP-246JP に暴露。この懺悔をより多くの人に広める。目的から作業員の一人が所持していた IC レコーダーを奪取し録音が行われた。内容、
自身がこの半年間に購入、レンタルしたアダルトビデオのタイトルと、祖母に対する懺悔、ビデオの内容は主に、編集済み、ものだった。事件後の調査により、使用者は幼少から母方の祖母に養育されていたことが判明している。結果、開始から約5分で SCP-246-JP は、の手を離れ、SCP-246-JP の奪い合いに起因する乱闘が発生、SCP-246-JP を一時的に奪い取った人物が逃走と、より人の多い場所への移動のため運送会社所有のトラックを用いたことで乱闘はカーチェイスに発展し、大小含め、県の交通事故を引き起こした。この時点で事件が財団の関知するところとなる。その後 SCP-246-JP に影響された集団が市街地に突入したため被害が急速に拡大。警察内部の武装職員による確保が行われたが一部が SCP-246-JP に暴露したため失敗し、最終的に到着した機動部隊による無力化ガスの散布によって一時的に沈静化された。この事件における死傷者は合計、な、うち8名が機動部隊員を含む財団職員だった。事件は暴力団の抗争として処理され、SCP-246-JP の影響を受けていない目撃者に関しては A クラス記憶処理が行われた。事件 246-JP 3、1900年、月、日。SCP-246-JP 使用者、B817736、40代女性。状況、SCP-246-JP に影響を受けた対象の観察と発言内容の記録の目的から行われた実験 246-JP1 において発生。内容、自身の犯した児童略取を実行するに至った動機と、児童との編集済みについての詳細な説明。結果、開始から約2分で別室で実験映像を確認していた6人の研究員のうち、博士以外の5人が警備を破って実験施設内に侵入。その後速やかに終了された。博士に対しては事件後精神鑑定が行われたが異常は発見されなかった。事件 246-JP 7、2000年、月、日。SCP-246-JP 使用者、博士、40代男性。状況、先の事件 246-JP3 において SCP-246-JP に暴露していた。博士は、事件 246-JP3 収束後、か月かけて SCP-246-JP の移送許可を取り付け正規の手段で収容室に侵入。SCP-246-JP を使用した。内容、削除済み。結果、博士は終了された。事件 246-JP7 をきっかけに特別収容プロトコルの一部改定が行われました。